コレット・ベッソンはフランスの陸上競技選手、シャラント・マリティーム・ケンサン・ジョルジュ・ド・ディドンの生まれ、1968年メキシコシティオリンピックの金メダリストである。ベッソンは16歳で陸上をはじめ、18歳の時の200メートルの記録は25秒03というものであった。1968年にはメキシコオリンピックに出場、女子400メートルにエントリーした。 この種目はイギリスのリリアン・ボードが優勝候補の左右翼であった。一方ベッソンは無名であった。予選を突破し決勝に進出したのも意外と思われていた。決勝では第4コーナーを回り、直線に入ったところでボードがリード、ベッソンは5位であった。ここからベッソンは驚異的な伸びを見せ、最後はボードを0秒1かわして大番狂わせの金メダルを獲得。 52秒03の優勝タイムは自己ベストを1秒8も更新するものであった。翌1969年のヨーロッパ選手権では400メートルの決勝で51秒7の世界記録を出す。しかし、同じフランスのニコル・デュクロと同タイムとなり写真判定の結果銀メダルに終わった。さらに4400メートルリレーには世界記録を出したデュクロと共に出場。 アンカーのベッソンは、イギリスのアンカーのボードとの激戦の末三分三十秒八の同タイムとなり、この種目も写真判定の結果銀メダルに終わり、ベッソンはボードにオリンピックの雪辱を果たされた。ベッソンは、その後もだった成績を残すことなく九百七十七年に現役を引退。引退後は、夫と共に、東湖において陸上のコーチ、その後、 国内で、マルティニーク、タヒチ、レユニオンとパリにおいて、指導に当たった。ありがとうございます。